プカシの人流早速やっていこう。お、さすがにムービーあるね。おお、もう満月だ。さすがルナ、なんだっけ、ルナルガとか呼ばれてるんだっけ。俺こいつに関してはガチで過去作でも戦ったことないはずだから、ガチムチの初見なんだよね。すごいなこれマジでさ、大名槌の威厳なくないこの古竜ではない普通のモンスターがその姿消すんだったらさ、マジ大名槌の姿を消すものを盗むっていうその特徴、マジもう個性なくなったくない。おお、でもかっこいいね。なんか二つ名の白颯をちょっと彷彿とさせるような姿だわ。てか多分あれだよね、二つ名の白颯がそもそもこの鳴垣尚書をもとに多分デザインされてるとは思うんだよね。で、ナルガのさ、音爆弾ってさ、多分あれだよね、怒る時の方向に合わせるんだよね。無理じゃないあれ。俺実際さ、なんか、めちゃくちゃ頑張んないとあれ無理だと思うんだけど、まあ、片手剣だからワンチャン狙えるのかもしんないけど、初手から消えてるんだな。てか、ワンチャンこいつあれじゃない、大名槌より消えてる時間長い説ない？こっち向いて、ベイビー。ここですね。とセイシ、お、スタンチ低いんだね、ありがたいスタンチ低いのはありがたい。っていうかあれか、俺があれかな、あのお団子慶応術レベル1つけてるからスタン取れたのかもしれない。いいねこれ。あれだな、普通に爆弾昇竜でちょっとダメージ稼いでもよかったけど、まあいいか。とりあえず壁にぶつけて、何歩くらい壁ぶつけて入るかな。よっこせ、400と500、900か。902つの、あれ600、あ、そっか、属性によってダメージ違うんだな。まあ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 。で、この壁ぶつけて合計2000ぐらいダメージ入ったかな。3000ぐらいいくワンちゃん。なんで俺今かけり虫使わなかったんだ。まあいいか、ちょっとなんかかけり虫をケチってしまったけど、結果オーラいい。あれ、またピョッとお団子慶応術の力か、こいつのスタン耐性がめっちゃ低いのか。首切ってしまうのもったいないね。てか頭が柔らかいのめっちゃやりやすいわ、助かる。なんか金銀やった直後のこいつめちゃくちゃやばいから楽しい頭が柔らかいの楽しい。300ってやばくない？片手剣で一発300だよ。一応音爆弾をセットしたはいいが、タイミングよく音爆弾を使えるわけもなく、ここ、うわ、めっちゃ腕に座れた。めちゃくちゃ腕に座れたな。てかこいつあれか、腕もしかして本体よりやばい説ある？なんかさっきから腕にちらほら当たってるけど、わりかしいいダメージ出てる気もするけど、刃の部分に座れなければそんなに硬くないのかな。っていうかめちゃくちゃなんか普通に見てたけど、あのベイブレード何シュールすぎん？モンスターでそのベイブレードシュールすぎるでしょい。当たんない、オッケー。これは尻尾ビターンか、いや毒飛ばし、ん、どこに飛ばした、え、毒なんだあれ。毒をめっちゃ上空に飛ばして時間差で下ろしてくんのか、なんかこう毒研ぎを準備したのか。ワンチャンこうフィュンフィュンで毒研ぎ準備して次から飛ばしてきますよ、ケーロ。いやーつかもしれない。あ、尻尾こうトゲトゲになってるから、やっぱ今準備したのかな。その毒研ぎの準備が必要なタイプなのかもしれん。様子が変わった、動きの変化に用心しておくよ。動きの変化に用心するも何も、あの消えてるので見えません。痛い、めっちゃ食らったな。多分ね、結構防御力高くてあのダメージだから、ワンチャンあれだろうな、こう何スキル構成によってはワンチャン普通にワンパンで死んだだろうな。あ、尻尾ビター2連撃は全然こう健在なんだね。だったらなんかまあ何でああ、2連撃来る、あーもったいない、何やってんの俺、2連撃来るんだなっていうこの気持ちの安心感。おう、なるほどね、横一列フィューン飛ばすからちょっと避けづらいですよって感じか。なんかムービーだとなんかビターンでフィョン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 って飛ばしてた気がするけど、これあれか、俺が近すぎてその飛ばしてる毒トゲが見えないだけで、本当は毎回飛ばしてるのかもしれないな今のとかも。で、切れ味がそろそろ研ぎたくはあるよね。痛い、いやー絶対に死にたくない、危ない。いやー今の判定薄くて助かったね。結構今死んでてもおかしくない瞬間だったわ。しっかり研がせてもろて、もう音爆弾適当にポンポン投げてみる。痛い、うっそ、あ、なるほどね、その飛びかかり移動と見せかけて尻尾ビターンがあるんだ。それちょっと厄介だね。
飛びかかり移動と尻尾ビターンが混ざってくるのは厄介。飛びかかり移動そもそも今の当たんないんだ。結構判定細いんだな。警戒しなきゃいけないのはちょっと面倒だが、これ消えてる時痛い。そう、飛びかかり結構リーチ長いな。割と警戒しないと避けらんないわ。今の音爆弾もしかして無理じゃない。ベイブレード痛い。6割ってところか。まあ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 、おっと飛躍飲むのミスって。まあ、ベイブレードもそこそこ気をつけとかないと今の当たんないんか。結構判定薄いなこいつ。やっぱ素早いから、多分ね素早いやつは判定とか体力とかをね弱めに設定されてる説が濃厚なので、実は結構あっさり死んでくれるんじゃなかろうか。虫がギリギリ溜まってない。溜まるねこれ。あーやべえ、割っちゃったな。あーおーもうなダメだ。脳みそが混乱している。絶対爆弾を置くべきだったのに、なんかもう撃っちゃった。昇竜止まんなくなっちゃった。お、撃墜ナイス猫ちゃん。別に昇竜待機とかではないか。てかまだ昇竜待機にはあと2分ぐらい必要か。昇竜は何分だっけ。5分ぐらいだっけ。これ2回ビターンね。なんか あれだな、わりかし通常種よりこう隙がないってほどじゃないけど、通常種より気持ちなんか前の前振りモーションが分かりづらい気もする。おいおいおい、どけどけどけ。ここらで1回ダウン取ってちょっとダメージを加速させたい気もしないことなくなくなくない。眠りガスガエルこいつ当てられるかな、ちょっと分かりませんけど。ド爆弾念のため持つだけ持っといて、爆弾昇竜でワンチャンスターンいかない、いかないか、さすがにいかないか。ちょっとスターンそこまで取りやすくはないか。どうしようかな、眠りガスガエルマジ使うかどうかめっちゃ悩んでるわ今これは。うん、仕掛けてくるようで、この消えてから何、消えてからビターンまでが大技なんだよね。長くない、ビターンでかーい。ビターンだけ太いな。結構ビターンの判定太いから、まあ多分普通の回避距離なしの普通の転がりじゃ無理そうな雰囲気もある。回避距離俺こそもこれ1ついてるっけ、ついてないっけ、ついてないな。だから回避距離つけるか、あれだな、大ジャンプ使うか。てかこいつの独特なあのフィョン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 っていうエフェクトめっちゃかっこいいね。結構スコだわ。いやでもな、なんだっけ、月人竜だっけ。まあデザインほぼナルガなんだよな。色が白いだけでナルガっていうとあれなんだけど、なんかナルガはさ黒光りする系だから、なんか光の当たり方にあったらそもそもこんな見え方するし、そもそもこいつ白いのが頭と背中だけっていう、もうなんかデザインがそもそもほぼほぼナルガなんだよな。なんかちょっとあれだけど、まあでも戦い方は全然違う、もう完全に別モンスだけど、なんかな今んとこマスターランクの防具ならワンパンはないよぐらいのあれだから。え、弱った、ぶっちゃけた話していい、あの上位のういたーい虫陣王が虫ディアブロスの方が苦戦することない。あいつらの方が苦戦することないして、俺なんで殴ってんのこれね。なんかね弱ったって認識したのに、なんか体がつい勝手にもう殴りの衝動を抑えられない。いやでも結構体力あっさりだったね。やっぱあれだわ、大技とかで殴れない時間が長いから、その分体力やっぱ低いな。十音ゲなん十尾曲読みづらいね。いやでもなんかその傷の入り方はかっこいいんだよねこいつ、毎度毎度思ってたけど、この V 破壊した後の傷の入り方はかっこいいから、なんかこう赤眼ヤンガルガ的な存在が出てきたらね惚れるかもしれん。まあでもなんかちょっとな、金銀見た後だとかっこよさは今一つかもしれん。レア素材とかも特になし。てかその尻尾もしかしてあれか、人竜のって書いてる。おお、あれなんだね、こいつの素材じゃないんだね。まあ悪くないでしょ。